英語記者の時間がやってまいりました。How are you doing、everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか偉大な先人の言葉、松下幸之介さんの言葉で英語力と人間力を高めていきましょう。今回のメッセージテーマは、世間というものというこのテーマ、メッセージを使って英語力、人間力を上げていきたいと思います。まずこのメッセージについて日本語で音読をしながら日本語で理解していきたいと思います。 次にその日本語を英語に訳したものを使ってどんな単語、表現、文法が使われているのかなどなどしっかりと詳細を英語を声に出しながらスピーキング力アップ英語を話すことにな、話すことになれながらしっかりと学習していきたいと思います3番目はソーシげゲットということで初めから終わりまで英語を聞いて 学習した単語表現そしてこの「世間というもの」というタイトルのメッセージの内容英語を聞きながらしっかりと理解できるのか英語力人間力上げていきましょう、えー、何かと暗い話題多い日本世界ですけれども偉大な先人の言葉勇気やひらめき気づきそういうものをくれたりしますのでこれを使いながらしっかりと英語力と人間力上げていきたいと思います「えー、研究家事チャンネル」いいなと思ったら是非チャンネル登録ボタン 高評価ボタンのククリックよろししくお願いいたしますそれでは早速松下幸之助さんの言葉を使いながら英語力と人間力を上げていきましょう Let's get it started さあでは左側は日本語右側英語を映っていますのでまずは左側の日本語をですね声に出して音読をしながらしっかりとまずは日本語で内容を理解していきたいと思います次に右側の、えー、その日本語を英語に訳したものを始めから終わりまで聞いてみてですね まずはアウトライン。どんな単語や表現、文法が使われているのか見ていきましょう。その後、パートパートに分けて、しっかりと英語を話しながら、スピーキング力アップ。そしてさらに詳細見ていきたいと思います。それではまずは、左側の日本語を音読していきたいと思いますで、声が出せる視聴者の方ですね。一緒に音読をしながら、しっかりと内容を理解していきましょう。Let's get it started. さあでは、音読い切ってみたいと思います。世間というもの。 世間というものは厳しくもあるしまた温かくもあるそのことを昔の人は目利き千人目倉千人という言葉で表した言いいえて妙である世間には目倉の面もたくさんあるだからいい加減な仕事をやっていい加減に過ごすことも時には見逃されて過ぎてしまうことがあるつまり広い世間にはそれだけの包容力があるというわけだが しかし、これに慣れて世間を甘く見、馬鹿にしたならば、やがては目利きの面に行き当たって、身の締まるような厳しい思いをしなければならなくなる。また、良い考えを持ち、真剣な努力を重ねても、なかなかにこれが世間に認められない時がある。その時には、ともすると世間が冷たく感じられ、自分は孤独だと考え、希望を失いがちになる。だが、 批判することはない目くらが1,000人いれば目利きもまた1,000人いるのであるそこに世間の思わぬ温かさが潜んでいるいずれにしても世間は厳しくもあり温かくもあるだから世間に対してはいつも謙虚さを忘れずまた希望を失わず着実に力強く自分の道を歩むよう心がけたいものであるというこういうメッセージでした え皆さんはどんなメッセージ、内容を得ましたでしょうか世間というものは厳しくもあるし、温かくもある。ただですね、世間を温かい部分もあるけれども、それに慣れてしまって、舐めているようでは痛い目を見るよということですね。ですから、いつも謙虚でしっかりと努力を重ねていく、真面目に取り組むということがやっぱり大事だというメッセージではないでしょうか さあではこの日本語をですね、英語に訳したもの右側に映っていますので、一度最初から最後までですね、Google 自動翻訳機能を使って聞いてみましょう。読まれているところ、このように英語字幕にカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。えー、まずですね、どんな単語や表現、文法が使われていて、どんな内容なのか一度聞きながらアウトライン、概要を理解してみましょう。それでは行ってみたいと思います。 The world is harsh, but it can also be warm. In the past, people expressed this with the phrase, for every one thousand connoisseurs, there are a thousand blind people. This is a very apt expression. The world has many blind sides. That's why people do sloppy work and live carelessly, and sometimes things are overlooked and pass by. In other words, the vast world has that much tolerance. But if you get used to it and start to underestimate and ridicule it, you will eventually come across the connoisseur's side and have to endure a sobering and harsh experience. There are also times when you have good ideas and put in serious effort, but it is difficult for the world to recognize them. At those times, you may find the world cold, think you are lonely, and lose hope. But there is no need to criticize. For every one thousand blind people, there are also a thousand connoisseurs. Therein lies the unexpected warmth of the world. in any case, world is harsh and warm, therefore, we should always remain humble towards the world, never lose hope, and strive to walk our own path steadily and powerfully.. えー、難しい単語ですね。見たことのないような単語、この conocers ですね。これ後でチェックしてみましょう。これ非常に珍しい単語だと思います。では次はですね、このパートごとに分けながら、しっかりと英語を声に出して、日本人が苦手と言われているスピーキング力も上げながら、しっかりと詳細見ていきたいと思います。視聴者の方もですね、声が出せる方は一緒に音読をしていきましょう。ではこの世間というものはというところですね、見過ごれされてしまうことがある、この pass by。 ですね。The world. Pass by. The world is harsh, but it can also be warm. In the past, people expressed this with the phrase "For every one thousand colossus, there are thousand blind people." This is a very apt expression. The world has many blind sides. That's why people do sloppy work and live carelessly. Sometimes things are overlooked and passed by. ですね。えー、では、ここ、単語表現見ていきましょう。どんな内容になっているかというですね。The world is hash. hush というのは厳しいですね。世界、世間は厳しい。But it also, またもですね。warm ですね。これ、warm ではなくて warm。warm というとミミズになってしまいますので、warm ですね。発音気をつけましょう。暖かくもある。in the past、過去に people 人々はこういう表現を使ったこのフレーズがあったんですね for every one thousand connoisseurs connoisseurs チェックしておきましょうさあ connoisseurs ですねまずは発音チェックしておきましょう connoisseurs connoisseurs ですねえここでは官邸家と出ていますけども文章の中では見聞きですねしっかりと物を見抜ける人 connoisseurs connoisseurs ですねこれで出しておくきでしょう connoisseurs There are a thousand blind people.Brind, blind, blind people.Me, me, くらですね。目の見えない人という意味ですけれども、ここでは、めききと、そうでない人。めきがせにいたら、そうでない人もせにいる。ですね。This is a very apt expression. ですね。言えてみようである。This is a very apt expression. この expression という表現ですね。Very とてもアプトな表現だ。このアプトチェックしておきましょう。Apt. 適切、間違いない、正しいっていう意ですね。ここで使われています。Uh, this is a very apt expression. 言えてみようである。正しい表現であるということですね。The world has many blind sides.、Uh, 世界、世間というのはめ,めくらの部分がたくさんある。That's why、何々だから。だから、people do sloppy work.Sloppy.、ね、いい加減な仕事。Live carelessly. ですね。そしていい加減に、live、過ごす。でも、sometimes things are overlooked and pass by。目黒の部分もあるから、そういうものが overlook、見過ごされて、pass by。過ぎ去ってしまう、ということですね。えー、スロッピーワークのスロッピー、チェックしておきましょう。ずさんという意味ですね。スロッピー。しっかりと声に出して覚えておきましょう。スロッピー、さん Sloppy work, the sun to, the world, pass by, The world is harsh, but it can also be warm. In the past, people expressed this with the phrase, for every one thousand kernel there are thousand blind people. This is a very apt expression. The world has many blind sides, that's why people do sloppy work and labor carelessly, And sometimes things are overlooked and pass by. さら次次のパートですね。in other, other words から hash experience まで in other words、他の言葉 in other words. the vast world has that much tolerance. vast world、広い vast って この世界、世間というのは、That much t o l e r a n c e t o l e r というのはですね、包容力ですね。それだけの包容力がある。But, しかし、if you get used to it, get used to, なれるという表現を覚えておきましょう。よく出てきます。if you get used to it, それに慣れて、start to underestimate, underestimate というのは、甘く見るということですね。and ridicule ですね。 バカにするようになってくると、you、Eventually, 結果的に Come Close, Connors Side, 利きの部分に Come Close, 当たることになる。そして、Have to endure a suffering and hash experience.Subbering, 身の引き締まるような厳しい experience, 経験をしなければならない。Have to ですね。それでは、えー、たくさんいろんな単語出てきていますので、まずですね、Tolerance、チェックしておきましょう。 Tolerance 許容範囲ということですね包容力 Tolerance、ね、ここに出てきています Match、ね、tolerance そして Get used to なれるということですね If you get used to it それになれるとですね。そして Underestimate、ね、甘く見るということですね Underestimate u n 過小評価するとかですね甘く見るという意味があります Underestimate ですね それを甘く見る。そして、ridiculate. この ridicule. チェックしておきましょう。ridicule. 嘲笑する。バカにする。というですね。radicule. 声に出してしっかりと覚えておきましょう。ridicule. radicule 嘲笑する。ですね。ridiculate. それをバカにする。嘲笑し出すと、eventually、結果的にですね。come close というのは突き当たる。c o n n o i s s u r s i d e c o n n o i s s e u r s 先ほど出ました。 鑑定カード、目利きの部分に当たる。そして、endure ですね。endure 見ておきましょう。耐えるという意味ですね。endure endure endure End ですね。発音耐える。endure endure sobering and hash r experience hash は厳しいですね。厳しい経験。そして、subering sobering チェックしておきましょう。sobering up So、ing, あ酔いが覚める、目が覚めるっていうことですね。sobering、覚えておきましょう。冷静になる。So、<ber> ヒヤッとする。まあ、そんな感じですね。sobering up で酔いが覚める。えー、ですから sobering。endure sobering ですね。まあヒヤッとする。身の引き締まるようなということです。そ、so, れでは、uh, in other words からですね。ハッシュエクスペリエンスまでもう一度声に出して音読しておきましょう。in other words, the best world has that much tolerance. But if you get used to it and start to underestimate and ridicule it, you will eventually come close to connoisseur side and have to endure a suffering and harsh experience. So, let's see the There are also times when you have good ideas and put in serious effort. どんな時かというと、You have good idea, いいアイデアが浮かんで、put in serious effort、しっかりと努力をした時、But, しかし、difficult for the world to recognize them. それを、世間というもの、The world がなかなか理解してくれないということですね。At those times, まあそんな時、You may find the world cold ということであなたは、The world. 世間世界というものが、Cold. 冷たく、 見えるかもしれないですね。May.Thank you, lonely. まあ、孤独だ。誰も分かってくれない。そんな気持ちになって,きてしまうかもしれない。And lose hope. そして希望を lose. 失うかもしれない。But there is no need to criticize. でも、no need to criticize.Criticize Crit は批判するですね。批判することはないと。まずして、このスキさん言ってます。では、この They are also がですね、need to criticize まで音読しておきましょう。 There are also times when you have good ideas and put in serious effort, but it is difficult for the world to recognize them. At those times, you may find the world cold. Think you are lonely and lose hope, but there is no need to criticize. Then, .ですね。最後, ねえー、ここは繰り返しですけれども、目くらが1人いればですね、目利きも1人いる。ですね、t h e r e in. そこに lies unexpected warmth of the w o r l d の、w a r m 温かさですね。しかも、unexpected ついてます。予期しない。温かさというものが i s あるということです。潜んでいる。 In any case、どんな場合でも、いずれにしても、the world is harsh and warm。世間というもの、世界というものは、harsh、厳しく、そして warm、暖かいということですねでこ。それゆえに、we should always remain humble, humble、towards the world。この humble というのは謙虚であるということです。towards the world、世間、世界に対して謙虚で常にあるべきであると松下幸之助さんは言ってますね。 Never lose hope. 希望を決して失わずに strive to walk our own path steadily and powerfully.steadily, 着実に powerfully, 力強く our own path. 私たち一人,一人一人自身のその道をですね、力強く歩いていくということに strive to ま努力をしていきたいと心がけたいということですね。 それではこのfor every 1,000 blind For every 1,000 blind, 1 blind people, there are also 1,000 kind Therein lies the unexpected warmth of the world. In any case, the world is a hush and warm. Therefore, we should always remain humble towards the world. Never lose hope. and strive to walk our own past steadily and own strive to our powerfully さあどうでしょうか非常に素晴らしい、えー、気づきなんかをくれるメッセージではないでしょうか、えー、世間というものは優しくも温かくもあって厳しくもある。だからメくらな部分もあるけれどもそれに慣れてですね get used to してしまって慣れてしまって適当に仕事をして、まあ、適当に日常を過ごしているといつか痛い目にある。 このサーの部分ですね。目利きの部分にあって痛い目に合いますよ。ということですよね。優しいところもあれば、厳しいところもある。だから大切なのがですね、常にハンブルですね。まあ、謙虚に、しっかりとストライブと努力を重ねて一日一日を過ごしていくということを、松下小之助さんは私たちにメッセージ残してくれたんではないでしょうか。それでは3番目、総仕上げということで、 もう,もう一度、英語を最初から最後まで聞いてですね、学習した単語表現、そして、松下幸之助さんのセ間ンというもの、というメッセージ、しっかり英語で理解していきましょう。Let's try to understand every deep meaning of this message given to us by 幸之助、松下、Only listening English.Let's try it。さあ、それではもう一度、右側の英語、始めから終わりまで見ていきましょう。聞いていきましょう。 The world is harsh, but it can also be warm. In the past, people expressed this with the phrase: “For every one thousand connoisseurs, there are a thousand blind people. This is a very apt expression. The world has many blind sides. That's why people do sloppy work and live carelessly, and sometimes things are overlooked and pass by. In other words, the vast world has that much tolerance. But if you get used to it and start to underestimate and ridicule it, you will eventually come across the connoisseur's side and have to endure a sobering and harsh experience. There are also times when you have good ideas and put in serious effort, but it is difficult for the world to recognize them. At those times, you may find the world cold, think you are lonely, and lose hope, but there is no need to criticize. For every 1,000 blind people, there are also a thousand connoisseurs. Therein lies the unexpected warmth of the world. In any case, the world is harsh and warm. Therefore, we should always remain humble towards the world, never lose hope, and strive to walk our own path steadily and powerfully. さあいかがだったでしょうか一通りもう一度聞いてみましたけれども学習した単語表現文法そしてこのメッセージに込められた詳細の意味しっかりと英語を聞きながら理解できましたでしょうか何度も英語を聞いてしっかりと自分の耳を英語に鳴らしてスピードアクセント発音リズムに鳴らしながらリスニング力アップそして知らない単語表現たくさん覚えながら語彙力表現力アップしていきましょうそして 英語を聞くくだけではなくて、て日本人が苦手と言われているスピーキング力、これも練習するしかありませんので今やったようにですねしっかりと音読をするなどして英語を話すことに慣れてしっかりとスピーキング力も上げていきましょうさあいかがだったでしょうか今回の偉大な先人松下権之介さんの言葉「世間というもの」というメッセージを使って英語力と人間力アップできたのではないでしょうか世間というものは厳しくもあるし温かくもある ただ、その温かさに甘えて、なんとなく過ごしていては、えー、痛い目に遭う。concern って言いましたね、えー。目利きの部分にあって痛い目に遭う。ということで、やっぱり大事なのは、半分ですね。まあ、謙虚に、まあ、世間というものに向き合って努力、strive to ですね。effort 努力をしていくということが大事というメッセージだったんではないでしょうか。視聴者の皆さんは、どんな単語表現と出会い、どんなメッセージ、 えー、おけ、どんなことを感じましたでしょうか。えー、研究家事チャンネル、こんな感じで、偉大な先人の言葉で英語力アップ、そして人間力アップ、他にも最新のニュースで英語力と情報力アップできる、そんな動画、えー、たくさん配信していますので、いいなと思ったらぜひ、チャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。一緒に、英語力、人間力、情報力、英語を学びながら高めていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expression, and very inspiring message from Konosuke Matsushita to us. If you think that my channel is good, please subscribe my channel. Please give me good evaluation button. Have a good day. Goodbye.